息子と二人きりでデート、母花さん休日の過ごし方。とある行事で疲れ切った母花さん年齢は非公開。本日は母花さんのパート休みに密着していきたいと思います。チャンネル登録してね。せっかくのパート休みということで、私も早起きして5時45分に起きました。この時間はまだまだ寒いですよね。柴花さんはもう起きていて、ストーブをつけておいてくれました。おはようございます。おはようございます。今日の意気込みお願いします。今日はお母さん休みみたいなんで、ゆっくり休んでもらいたいと思います。以上です。お休みの母花さんに代わって朝食作りを開始します。まずはトロトロ白菜の中華スープを作ります。こちらは我が家で採れた白菜なんですけど、今年はたくさん収穫できて、ただいまいろんなレシピで消費しているところです。なのでしばらく料理動画では白菜が使われることが多いと思います。ストーブ鍋に水を入れて、先ほど刻んだ白菜を投入します。椎茸がなかったので、しめじと舞茸で代用しました。うちっていつも冷蔵庫に椎茸は常備していないんですよね。味付けは丸鶏ガラスープがメインで、この鶏のマークが可愛いんですよね。白菜に火が通ったら、ここでオイスターソースを加え、ひと煮立ちさせます。オイスターソースを料理で使ったの久しぶりですね。そして最後に片栗粉を加えて、とろみをつけて完成です。続いてほうれん草とツナのオムレツを作ります。鍋に湯を沸かし、ほうれん草を入れてさっと茹で、火が通ったら救出します。食べやすい大きさに刻んで、卵を片手割りしようと思ったのですが、左手が失敗してしまいました。なんとか殻は入らずに済んだんですけど、勢いよくかき混ぜていきます。混ぜ終わったら、続いてドンキで購入したツナ缶を入れます。このツナ缶もなかなか消費できていなくて、そろそろ私が一番好きなおにぎりのツナマヨおにぎりでも作りましょうかね。そこに先ほどのほうれん草とザコシショウを加えます。そしてこちらが懐かしのふるさと牛乳。給食の牛乳といえばふるさと牛乳でしたが、地域によって違いはあるのでしょうか。フライパンを温め、サラダ油を引いたら、オムレツに形を整えていくんですけど、最近卵焼きしか作っていなかったので、卵焼きとオムレツの違いは何かと頭の中で考えているうちに完成しました。普通に卵焼き用のフライパンで作ってもこんな形になったと思います。中が具沢山でとっても美味しそうですね。おはようございます。おはようございます。なんかスープとオムレツができてるみたいなんですけど、いただきます。おいしい。なとほうれん草のアイスバッチリです。ありがとうございます。お前それ白菜か。うん、白菜の旨みは体に染みるよ。ほうれん草か。うん、ご飯が止まらないな。うちで採れた野菜はうまいな。味の感想ですが、卵焼きが具沢山でめちゃくちゃ美味しかったです。スープはもうちょっと片栗粉を入れてとろみをつけた方が良かったですね。白菜でとろみといえばやはり八宝菜のイメージですが、一から自分で作ったことがないので、今度挑戦してみようと思いました。のせでごちそうさまでした。来るよ。はい、行ってらっしゃい。お母さんのこと頼むぞ。はい、始めてきます。ストーブの前でゆったりしている母花さんが、これまた可愛いですね。洗濯物を回してから、続いてコロちゃんの散歩に向かいます。今日はとっても風が強くて、コロちゃんのターンもいつもよりキレが増していました。散歩に出発するときに回る癖があるんですよね。風強いね、コロちゃん。気持ちいい。はい、おし。待て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 、よし。母花さんが疲れている原因は、先日我が家でオブシャーと呼ばれるイベントが開催されまして、うちではオピシャーと呼んでいます。茨城県内各地でも行われているところが多いイベントみたいで、簡単に内容を説明すると、神社に行った後に当番の人の家で宴会を行います。
ここ数年の間は例のウイルスの影響で中止になっていたのですが、今年から再開されました。このイベントで一番大変なのは当番の人の家の女性陣で、宴会で食べる料理などを準備しなくてはいけません。私は編集が終わらず手伝うことができなかったので、母船さんに限界が来てしまいました。男好き好き、お酒好き好きので、全部おするちゃおう。そんな飲まないんだ。お座り。いやー、痛い。はい、じゃあね、今日は一日ゆっくりしててね。洗濯物を干し終わったら、今日は母花さんと一緒にデートに行きます。お待たせしました。はい、お母さん今日はどこに行くんですか。島パトはいかがですか。ほうは、や、やっほー、ウィッフィー、ほうは、や。いらっしゃいませ、こんにちは。ご注文お願いいたします。スパイシーチキンマックナゲットの、はい、カマンベール&パルメザンチーズソース1つ、はい、とカフェラテの、はい、S サイズ1つ、はい、アイスとホットでございます。ホットで、はい、ホットで以上で。ありがとうございます。ホットラテの方はお手渡しでもよろしいでしょうか。はい、こちらお砂糖入れしますか。お砂糖いる。お砂糖大丈夫です。はい、かしこまりました。そうしますと、お会計の方が470円になります。はい、お手間前お願いいたします。はい、黒胡椒ガーリックです。うわ、真っ白だ。美味しそう。うん、美味しい。美味しい。1個食べる。うん。美味しい。バッチリ。お母さんはカフェラテを注文しました。このスパイシーチキンマックナゲットは定番メニューにしてほしいぐらい美味しいんですけど、辛みが苦手な人はご注意ください。マックのカフェラテは初めて飲んだんですけど、約3年ぶりに大リニューアルしたみたいで、とっても美味しかったです。せーの、せーで、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。続いて母花さんと久しぶりの島パートに向かいました。ゲームコーナーのアンパンマンたちがリストラされていて、ディズニーに変わってますね。島村の UFO キャッチャーのアームは弱いという噂がありますが、これを機にマックのカフェラテのようにリニューアルしたかもしれません。一番手前で取りやすそうだったチップかデールを狙っていきたいと思います。チップとデールどっちがどちらかわからなかったので調べてみたんですけど、鼻が赤い方がデールみたいです。アームの弱さは健在でした。母花さんはカキの赤ちゃんのぬいぐるみを狙います。この生ガキのぬいぐるみが SNS で話題になっているらしく、ナウイみたいですね。おダメだ。200円吸ったので、続いて島村内をパトロールしていきます。もう春物が出ているみたいなんですけど、まだ着るには早いですよね。母花さんはジャイアンの服が気になっているみたいで、私も買ってみようかなと思ったんですけど、サイズが LL しかなくて今回は見送りました。続いて気になっていたのがおパンチウサギのトイレットペーパーホルダーです。これも今 JK の間で流行ってますからね。さらにコロちゃんのお部屋にマインクラフトのジョイントマットはどうだって言い出して、コロちゃんのお部屋にマインクラフトはさすがに合わないですよね。収穫ゼロでしたね。サイズが合わなかったんだよね。じゃあお昼ご飯でも食べに行きますか。続いてはスシローに向かいました。ちなみに母花さんは生物が食べれないんですけど、回転寿司だと何を食べるのかが見どころです。スシローに来るのは私は人生で2回目で、母花さんは初めてみたいですね。お茶を飲んで一息しつつ、母花さんは初手卵からいただきます。女性や子供から人気の定番メニューですからね。母花さんが回転寿司でよく食べているイメージがあります。私は初手大トロです。スシローといえば大トロのイメージですが、私は中トロの方が
好きですね。続いて母花さんはエビ天握り。生のエビはダメなんですけど、火が通っていると食べることができて、甘だれをたっぷりかけて美味しそうに食べていました。ここで私は大切りサーモンを注文。期間限定で今100円で食べれるみたいなので、皆さんもぜひ注文してみてください。続いて母花さんが食べているのはえなりかずきですね。母さん、そんなこと言ったってしょうがないじゃないか。私は高級皿の国産うなぎを注文。いつも回転寿司だとアナゴしか食べないんですけど、うなぎも美味しいですね。続いて母花さんが食べていたのは牛塩カルビチーズ炙り。お肉系も美味しいですからね。私が注文したのはマヨコーン。あら、なにこれ、マヨコーンがマヨコーンをやり忘れたんです。私の回転寿司動画では定番のネタなんですけど忘れてしまいました。さらに母花さんのエビ天握りが美味しそうだったので私も注文してしまいました。あら、なにこれ、熱々サクサクで美味しいんです。回転寿司に行くと天ぷら系は絶対頼んじゃいますね。母花さんと二人きりで回転寿司に来るのは大人になってから初めてで、小さい頃はおばあちゃんとよく3人で行っていました。続いてスシローのフライドポテト。スシローのフライドポテトは他の回転寿司チェーン店と比べると安くて美味しいので手が出しやすいんですよね。母花さんとシェアして食べました。続いて初めてトロカツを注文してみました。いつも回転寿司に行くとだいたいサーモン系しか食べないんですけど、今回は結構冒険して、このカツオは私に対してちょっと冷たかったので態度を見直そうと思いました。ここで母花さんが注文したのはかんぴょう巻きですね。こちらも母花さんの回転寿司だと定番商品です。続いて私が注文したのはかき揚げ握り。あら、なにこれ、一口じゃ食べきれないんです。サクサクで美味しいんですけど大きいのでトリコのように顎を外して食べました。続いて大トロ包み。海苔で巻いた方が普通に大トロを食べるより美味しく感じました。私はこっちの方が好きですね。続いて母花さんが注文したのはたらこクリーム混ぜそば。生物が苦手な人にとって回転寿司のラーメンやうどん系は助かりますよね。私も半分もらい、味の感想ですが、たらこクリームパスタの中華麺バージョンで美味しかったです。母花さんはツナサラダコーンを食べつつ、私は本ズワイガニを注文。あら、なにこれ、カニカニズワイガニなんです。ピザーラのカニダンスの CM を思い出しました。炭焼きローストポーク包みを食べつつ、続いて初めての天然アジを注文。あら、なにこれ、いい味してるんです。初めて回転寿司でアジを食べたんですけど、生姜が効いていて美味しいですね。ここで母花さんは高級なカニ身の天ぷら握り。これも一口じゃ入りきらないぐらい大きくて、私も一口もらったんですけど、とっても美味しかったですね。そして今回スシローに来た理由はこれが食べたかったからです。まずはかなりブラックサンダーなアイスケーキバー。あら、なにこれ、ブラックサンダーがアイスになっていて美味しいんです。1月10日からスシローとブラックサンダーのコラボがやっているんですけど、なくなり次第販売終了と書いてあったので残っていてよかったです。そしてこちらは本命のザクフワブラックサンダーパフェ。母花さんとシェアしながら食べたんですけど、個人的にはこっちの方が好きですね。スシローのデザートは洋風から和風まで展開が豊富で、安い上に美味しいです。そして最後はバニラ&ピスタチオホイップ。あら、なにこれ、ブラックサンダーアイスより美味しいんです。チョコ系のアイスは好きなんですけど、たくさん食べると口の中が甘ったるくなってしまうので、私はやっぱりバニラアイス派ですね。2人で約4000円食べてしまい、お会計は全て私でごちそうさまです。帰りはセリアに寄りました。この100均の毛玉取りが欲しかったんですよね。母花さんがコロちゃんにドーナツのおもちゃを買ってとおねだりしてきたので買ってあげました。いや、久しぶりの回転寿司どうでした？美味しかったです。お腹いっぱい。お腹いっぱい。本当に久しぶりにお腹いっぱいです。ちょっと食べ過ぎてからスタバはまた今度にしよっか。うん、しばらくちょっと何もいらない。たくさん食べて眠くなったのか、帰りの車で母花さんは爆睡していました。本当はスタバに行く予定だったんですけど、ちょっと食べ過ぎてしまったので今回は見送ります。コロ、ただいま。コロ甘えてんな。コロにおもちゃ買ってきたよ。ねえ、コロ、あれ、おもちゃに興味ないの。コロちゃん、これいくよ。おお、遊んでる頃がドーナツで、おお、気に入った頃ちゃん、セリアのドーナツ。
母さんとこ持ってきた。あ、怖い、コルちゃん。どんな守り方してんの、コルちゃん。お母さん、今日一日はどうでしたか？どうしたの？今日は一日行きたいとこも行ったし、お腹いっぱいお寿司も食べてきたので楽しかったです。またお休みくださいね。バイバイ。新しいおもちゃで遊ぶコロちゃんで今日はお別れです。久しぶりに母花さんと二人きりでお出かけしてきたんですけど、楽しそうだったので何よりですね。最近風が強くて毎日寒い日が続いているんですけど、もう少し暖かくなったらまたコロちゃんと三人でドッグランに行きたいですね。次回もまた見てくださいね。じゃんけんグー。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。やっぱり主婦にもお休みは大切ですよね。今年は今回のような親孝行動画も増やしていきたいと思っているので楽しみにしていてください。お父さんは休みの日にどこに連れて行ってほしいですか？お父さんはやっぱりジョイフル本田かな。